災害って危機って危機が起きる前が9割なんですよ。起きてからできることって1割しかない。とにかく低い声でゆっくり落ち着いて話すこと、慌ててる姿を見せないこと、同じ情報でも発信してる人の態度や喋り方で受け止め全然違うと思ったので、最前線で、に出ていくというリーダーの姿もまあ世界的に見ればむしろそちらの方が普通かもしれない。ただその分本陣守る人はいないといけないので、いわゆる危機管理庁を作るしかないと。原子力災害と地震津波とやっぱり別系統だったわけです。あの時は寛容性の高いシステムを普段から用意しておけば想定外のことが起こった時に対応しやすくなると。原発に依存しない社会はむしろ政治よりも先に実態が先行している。我々はそれを意識、政治の意思として加速したいわけです。どちらかというと一国主義的な風潮強まってしまってるけれども、恩返しのためにも国際社会における連帯、支え合いというものをもう一度再構築していきたいと。